ということで、道の駅の駅、平成でした。本当はヘナリって呼ぶらしいですけどね。うん。道の駅、平成でした。記念切符。ね。これ、右？うん。え？そうだよ。だから行って戻るの釣ったのよ。ああ、そうね。左。左オーダー。ありがとう、平成。うん。およそ 5.5 キロで、カニノを左方向です。財布の中だね。理由って平成のだけなくしちフィーバーの最中だからね、あれだけ来るのは、うん、落ち着いちゃったらどうなるか、仕入れ量とか間違えちゃうと大変だけど、そうだね、うん、いや、決してティッシュを作んなきゃって、メールがもうないですよ、やりすぎる、いやでも平成ティッシュだと歩けるのちょっと恥ずかしい。50円くらいさ、よくさんいっぱい歩きのちょっと恥ずかしい。道の駅平成って書いてあるんだったらねえ、平成だけ、平成だけGPS を受信しました。バカっぽいよ。バカっぽい、ぶっちゃけバカっぽいじゃん、ああいう T シャツ着てる人って。あー、うん。まだマシじゃん、そこのご当地ものだってすぐ分かるやつ。ああ、うん、ご当地ものって分かんないじゃん、あれ、うん、どこでも売ってるって言う、売ってるでしょ、あれ。道の駅平成って書いててくれりゃ助かる。確かに、なんとかの気を見せるって向こう行ったっけ、乗ってたとこ、ここに。じゃあね、ここああいう T シャツよく着る、着る人の気持ちがよく分かる。
デザインに活かせるの、この駅って。道の駅、平成、道の駅が小さくていいのよ。パッと見で、ね、あの読めなくても小さくなんか一緒になんか書いてあるなっつって、あ、道の駅って書いてあるっつっていう感じでいいのよ。まあ、できれば道の駅平成でデデーンとこうやってる方がいいんだけど、着る人の心理がよくわかる。買うだけ買ってないと違う。GPS を受信できません。GPS を受信しました。あれ買うのは誰もできない。そこから、ね、そこから一歩踏み出すのが難しいんですよ。わかります？だってあなただってあのなんか何か着買ったけど来てないでしょ。ないね。あのブーデン商店みたいなやつもさ、切ろうよ。なんで記念の買うんだよ。部屋にできてるんだよ。部屋にできてるんだからね。あのね、俺は使わないもの買うなんですよ。食わねえのに買うなって、買ったなら使えっていう、使ってるでしょ、恥ずかしげもなくて、カツオ食いにマグロで食うのそうだね、そういえばさぬきうどん T シャツどこ行ってたんだろう。ああ、あるどっかしまったの、こっちかな、サヌキうどん T シャツを着て丸亀製麺はまだ行ってないんだ、あ、いずれやんないといけない丸亀すぐ近くにある、およそ700メートル先の左方向です。バカじゃないの、なんでそんな意味のわからないこだわりがあるでも本当ご当地 T シャツは着てなんぼだからね、あ、買っただけで満足してるんだ。だからね、俺がまだ乗り越えられてない壁は、毎日が地獄です T シャツを細かいで着ていくっていう。じゃあ、今年は着ていく。社長公認だから。着てくればいいのにって言われたのに、着てくる。去年着てくればよかったって言ったら、着てくるかもしれない。覚えてないよ。覚えてるかもしれない。あ、着てきた。毎日が中央です。まもなく上野を左方向です。おろしたてで来てくる、お客さんの前でちょっと恥ずかしくて切れない、こうなんかお客さんの前だとまずいかなと思って。 GPS を受信できません。セブンになるの、なんか今だから店長の前でしょ、ほら、もともとの作りがコンビニ、オーナー募集とパンマ出てる、ほら、もともとファミマだったってとこじゃん、だってほら、ナビが、あ、本当だ、左方向です。バイクの免許取ってバイク2台でツーリング行くじゃん、先頭絶対俺じゃん、
なんか次、よし、じゃあ次の道の駅あそこねっつってさ、うん、着くじゃん、うん、お前いないじゃん俺戻るじゃん、途中でこけてんじゃんたびたびそういうこと起きてさ、うん、かといってじゃあさ、そういうことになるからってお前前へ行かせるじゃん、うん、お前こけるじゃん、俺も事故るじゃん、うん事故だ事故だ、お前を前にしたところでもうお前が後ろになってもどの道ダメっていうだってお前バイクあんな大きいの乗れる？分かんない。でも乗りたいんでしょ？乗ってみてってなんとなくだよ本当に。ほら始まった。しっかりとしたビジョンとして持ってればさ、あの共通の夢としてねやれるわけなんですよ。なんかやりたいな。車を持ってるしってなるとさ、夢ちゃんとほらそれに向けてこう夢っつうかさ、なんか、うん、なんかそう思ってるだけでしょ、みたいな、うん、夢っていうよりはそれをこうはっきりと形にビジョンにしたいです、うん、そうしたことほらこの間金子さんも帰らんで言ったでしょ、夢がないやつは計画がない、うん、計画ないやつは行動がない、行動がないと結局成功しない。あ、全くもってその通りだと思う。カルコさんいい回覧書いてくるんだよ、うん、夢だけもって計画ない、計画ない、行動なし。夢を持った方がいいと思うよ。ゆとり世代ってそこをぼんやりしてる人多いよね。せっかくゆとり世代なんだから壮大な夢とか描いてみたらいいんじゃない？天下統一とかさ。どの世界での天下統一ですか？親方様。まもなく関谷を右方向です。言ったら俺もかっけえじゃん。70ハイエース。人に言っといてなんだけど、現状に満足している部分も多少なりもあるから。GPS を受信しました。パスしてるような状況なんで、ね、火曜日休みだから。あ、うん、これもね、うん、昔は悔しかったのよ、うわ、うん、今そうでもないの、うん、確かになんか反応がすごいよね。通り道沿いなのに潰せないっていうこのショック、昔は結構ショックだったのよ、今まあまたクリアいいかっていう、障害者のマーク買ったのに。でもあれ正式なやつじゃないんだよね。え、そうなの？車椅子のマークが正式じゃねえのか。こっちが正式か。あれ？そうだよ。車椅子のステッカーはあれ正式なものじゃない。なんかあちこち痛い感じだよ。なんで？いい矢沢にナンバー1。これなんか、うん、痛い子ですって言ってる。そうかな。俺の中で痛いって言ってたから、もう1っていう時点で100点満点で言ったら1っていうナンバーはもう70点限定ですから、そっから宮沢ステッカーでも20点限定なんでそんな落ちてん10点とかドキュンシューが、ただ乗ってる車とこの運転を見てると残り10点でギリギリ持ちこたえてる感じ。人の趣味だから。
ンホール前を斜め左方向。でもああいうご祝儀ナンバーって大概まあ分かるよろしくねえじゃん。ただ今のこの前の人の車の運転を見るに、ただ好きでそういう風にこだわりがあってやってるだけだなっていう、残る 数少ない方、少数派の方の人の雰囲気が、だからね、ビップカー乗ってるからってみんながみんな、ね、ヤンキー見てるヤンキー崩れ見てるとかそういうわけでもないでしょ。ただ圧倒的にそのヤンキー崩れみたいなのが多いだけで、一部そうじゃない人もいるじゃん。好きで本当にこの形は好きで乗ってるんだっていう人もいるじゃん。まもなくアルホール前を斜め左方向です。あいつらと一緒にしないでくれっていうね、多分そういう人だよ。斜め左方向です。運転してる感じを見るとナンバーいつってもね、もうよくねえよ完全にイメージが。ああそういうやつなんだろうなってその時で思っちゃう。あくまで統計学的なこう意味合いだからね。8割方柄悪いじゃんこういうナンバー。まあね、残り2割の人だよ。意外と息子の車をお母さん借りてるとかそういうオチもある。きちんとこう、いいことある。そうね、安全速度で曲がってるし、むしろお母さんが借りてるんじゃないかって思えてくるぐらい、この慎重な運転。逆にね、こういうナンバーしょって、いい矢沢って書いてる車だから、煽られるっていう経験も結構あるから、後ろから。逆に、仮に乗ってるのがお母さんだとしたら、なんか黒いの来たら、黒っていう車もイメージとしてはあまりよろしくないから、まあね、まあ、変なことやったって言ってるだけかもしれない。向こう向こうに思ってるかもしれない。黒い系だよこれ絶対。あここ来るよ来るよって今思ってるし、行くよ行くよって。あれ来ねえな、パッとこうなミラーみたいな、なんか単独キャラみたいな、これやんねえ。俺らがやんなくてもやるやついたじゃん、覚えて。ちゃんとウィンコーナーして、そうだね。何の影響もないよな。左折時に膨らむのはダメだな。左折です。今完全に踏んでるでしょ。まもなく定位置1分です。あ本当だ、これいつの間にかトミカだった。トミカトミカプラリエルかな、かな。 Nbox スラッシュとか売ってなかったの。こう乗っけてたまにいいんじゃん。自分と持ってるのと同じ車の模型を置いてる人。あれ、大輔も持ってたっけ？やってたよ、うん、あれってトミカで買ったのね。違う、あれはディーラー？デルプラドっていう、デアゴスティーニと同じような出版メーカーでデルプラドっていうのがあったの、それでのプラドが出たから。違うな、アシェットかな、どっちか忘れたけど。これなんか食べてくの？食べないよ。だってさっきお昼食べようって言ってもさっきパンだったし。だから冗談だよ。どっち？はい、ということでね、トミカです。はい。道の駅トミカ。正式な読み方は終わりません。あ、こういうのもいいぞ。
大島県民だよ。うん。大島県民らしい人もいる。え